2学期を15回全部オンライン。あ、そうですね。2021年は反転授業やるよみたいな通信教育課程。あ、聞いたことある。ジャニーズの人とか言ってるやつでしょ。セゴシー。そう、あ、ジャニーズじゃない、もう羽生結弦。あ、単位も取るのも楽になったし、はい、理解度も高まったと、はい、おいでよ早稲田ということで。おはようございます、モチチャンネルです。今回はですね、はい、再びやってまいりました、早稲田のガーディアンズでしたっけ。ザ・早稲田ガーディアンです。あ、ザ・早稲田ガーディアンですね。はい、はい、やってきましたが、簡単に自己紹介したいって言ってたんで、はい、どうぞ。学生注目、私誠一先生から自己紹介させていただきます。兵庫県立東有馬高等学校出身、現在早稲田大学スポーツ学部スポーツ学科2年並び早稲田ガーディアンにお教室は原野花の第85期生館長を務めさせていただきます、なお中野智英と申します。いいごみしろきょ、よろしくお願いします。そして、あ、柏原と申します。すごい、めっちゃ短くなった。します。そ, そして後ろがミス陽平です。よろしくお願いします。え、ミス、ミスコンかなんか出たんですか。いや、全然そういうことないですけど。桜木花道の相棒でしょ。桜木花道の相棒、水戸陽平。わかんない、わかんない。スラムダンクね、はい、はい、あ、そう、前回の動画見てなかった人はぜひ概要欄でですね、早稲田の現状について話しているんですが、さあ、そんなんですね、まあ、早稲田のね、リモートについてね、聞いてるんですけど、ね、これからどうなっていくんですか、早稲田。え、2021年はリモートでもう決まりなんですか。まだ確定はしてないはずだ。あ、そうなんですね、はい、確定はしてないんですね。ただ、はい、リモートにするよっていうことが、まあ、総長の田中英二さんから発表されて、はい、まあ、この後どうなっていくんだっていうのが、まあ、学生の間でもそうですし、まあ、多分このチャンネルを見られてる受験生の方も、うん、そうですね、気になってますよね。そうですね、話されてることだと、うん、リモートの現状、朝起きなくてよくなったってね皆さん言ってましたけど、そんな中、じゃあこれからどうなっていくのか。まずちょっと今夏休みだと思うんですけど、夏休みになってるんですか、はい、いつから。夏休みは8月の2日ぐらいから。8月の2日からいつまでですか。はい、9月25までですね。あ、じゃあ普通にいっぱいあるんですね。普通にあります。長い。だってリモート始まったの5月で、まあ普通なんですか。じゃあ普通の5、本当は4月ありますね。授業15回が授業なんですけど、はいはい、3回減って12回が全授業になったので、はい、3回減ってます。その3回分はどうしたんですか。ないです。隠蔽隠蔽じゃない。細かい。3回分の課題とかないです。ないんですね。3回やらなくてもいいじゃんって思っちゃいます。文科省査察、はい、減ったんですね。じゃあ2学期はどうなんですか。2学期を15回今全部オンライン。あ、そうですね、15回です。はい、2学期を15回やるわけですね。はい、じゃあもう全授業がオンライン。そうですね、もしかしたら一部改編される可能性はあるかもしれないですけど、はい、まあ基本的には多分オンラインね。スポカーでね、スポーツもオンラインって、はい、そうですね。どうするか、ボーリングとかどうするか。必修の授業であるそのスポーツ方法実習っていう、うん、ちゃんとスポーツを行う授業に関しては多分一部は学校で再開されるものもあるっていうふうには聞きました。 あ、なるほど、はい、ただ基本的にまあほとんどがオンライン。なるほど、バスケとかもね、できないからね、そうですね、どうなっちゃうんだろうって思ったんですけど、あ、教育実習とかどうなんだろう。あ、教育、ちょっと取ってないんですよ。取ってない取ってないかい。ちょっとそれやばいっす。やばい。あ、なるほど、教育学部だけど別に先生にならないってことね。本当どうなんだろう、教育実習とか。ちょっとそれ知ってる方教えてください。で、総長からなんか発表があったって聞いたんですけど、はい、なんかね、反転授業やるよみたいな感じの知らせがみんなに届いたって聞いたんですけど、それ本当なんですか。はい、聞きました。で、知ってます。いや、全然知らない。全然知らないで、みんなどうするんだろうって思ってね。いや、怖いですね、本当に。一応早稲田のやつ読みますね、はい、大学の授業のあり方変化、オンライン教育の活用、すべての講義はオンライン化、あらららら、実験、ゼミ、あ、実験、そっか、ディスカッションの科目は対面で実施。確かに実験できないと困りますね。そうですね、確かに家でね、やってポーンとこうしたら大変になっちゃうね。反転授業の活用、必修の基盤教育の全面的オンライン化、2008年から部分的に実施してきたのを全学に拡張。何ですか、必修の基盤教育って。応用と基礎っていうのがあって、はい、基礎科目は
言ったらオンラインで基本的なことだから、うん、導入講義みたいな、導入講義でやって、うん、で応用的なものはちゃんと対面授業でやりますよっていうことかな。なるほど、そういうことなんですね。じゃあ反転授業のやつですけど、それ、ね、今までは対面授業 で自宅学習、宿題で復習っていう感じだったものが反対になって、オンライン授業で家で授業を受ける状況になって、対面授業応用と発展演習、対面授業やっちゃったら反転になってないぞどういうこった、はい、もう反転授業っていうのは普通は家で授業をやって、で学校来て課題やったりするっていうやつですね。だからそこで発表したりとかっていうのもあると思うんですけど、そういうのが反転授業なんですが、今までやってはいます、そういうのありました、受けた中で。経験はないですね、全部対面でしたね。おい、ないぞ経験が、昔からやってんじゃないのか。やってたんだけどあったけど別に、ああ、それじゃあまあ今のところやってはいないと。まあ学校、普通に高校とかでもね導入されてるとことかあるんですけど、うん、そして早稲田大学でオンライン授業の歴史、2006年から人間科学部通信教育課程、あ、聞いたことある、ジャニーズの人とか言ってるやつでしょ。そうですよね、誰だっけ、テゴシー。そう、あ、ジャニーズじゃない、もうへい、はい、とか、それぐらいしかいないですか、手越とかしか。羽生結弦、あ、そう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 、そっちですよ、うん、言うのはあ、だから手越そんな時間いっぱいあったわけです ね芸能活動だったり夜の活動がいっぱいできたわけですね。そう、羽生さんじゃあ来る時とかあるんですか。いや、通信自体はもうほとんど家なので、うん、はい、その学校に来る必要性がない。なるほど。あ、でもそれこそなんか発表の場とか卒論発表とかでは行ってました。見にみんな行くん。いや、なんか中丸くんもジャニーズ、はい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 、人間科学部の通信で、ね、その卒論発表では授業に行ってる様子が前、まあ、テレビで見ました。へえー、テレビだったんですねなぜ手越を先に出した中丸、ああ、そうなんですね。じゃあ結構そう有名な人とかもねいるわけですね。そうですね、2008年から全学基盤教育でオンディマンド型オンライン教育開始、学術的文章の作成、数学基礎、統計学、データ科学。何ですかこれ、オンデマンド型って何ですか。なんか家とかで、うん、そのもう今のオンライン授業みたいな感じで見て、で課題提出して単位が来るっていう、うん、ああ、じゃあ結構前からやってたと。まあ、はい、そうですね、それはありますね。ありました。うーん、なるほど。統計学とかいろんなそういったものは使ってたということだったんですね、うん、それもすでにやってる人たちは結構いたんですか。いました。私も1年生の時に学術的文書の作成受けました。はいはい、オンラインで。はい、そう、受けてた、受けてました。私こんな感じですか、はいはいはい、じゃあダメですそうなんですね、うん、こういった感じでやっていくってことなんですが、どうですか、いい面は何、オンライン授業の、うん、その、まあ、結局そう前回の動画ではいい面って言っても朝起きなくて済むっていう、まあ、ある意味いい面だけどポジティブさが伝わらない感じだったと思うんですが、他にいい点ありますか。何回も見れるっていうのはいいですね。あ、なるほど。私受験そもそもスタディサプリでやってたので、はい、好きな時間に見て、しかも知ってる知識があるところは倍速で見て、うん、知らないところは何回も見て、こう調べながら見れるっていうのもできたんで、うんうん、中断して調べたりとか、あとまあ好きな時間に何回も見て理解したりとかっていう、うん、そうね、その理解の促進はオンデマンドの方がいいのかなって思います、うん。授業を聞いてると実際聞き流しちゃう部分とかも多かったし、 あと講義とかも私結構録音して聞いたりしてたので、なのでその録音して聞くって手間が省けるのもすごくいいなって思います。他あります。私自身あんま集中力ないので、はい、やっぱ倍速で見れるっていうところが、倍速だと集中できる、短いので時間が。ああ、なるほど。一つあるのは私タバコ吸うので、はい、そう1時間半タバコ耐えれない。そこかい、はい、タバコを吸いながら授業を受けるっていうのがすごいこう集中しながら授業を受ける。なるほど、そういうこともあるわけですね、はい、なんかしながらっていうのが他の忙しい人でも単位を落としにくいところは利点かもしれない。あ、そう、めちゃくちゃ浪人してる、ね、4浪しました。4浪して、はい、4浪してスポカ、はい、うん、どうした、人生絶望です人生絶望ですはい、ありました、ここがいい点。まあ、でも場所とか自分の好きなところで受けられるっていうのは良かったですね。なんか例えば友達と遊びに行く前にカフェでちょっと時間取ってその授業を受けてすぐ遊びに行けたりとか、うん、遊びに行ってるいや、まあそういう自粛は関係ない
とか結構いつでもどこでも受けられるっていうのが僕的には一番良かったですね。なるほど、フレキシブルなやつって感じですね。でもほら授業受けてこそ面白いとかっていう人いるじゃないですか。やっぱこう映像で見ちゃうと面白くないよみたいなねことよく言われるんですけど、これまあ予備校とかでも言われたりするんですけど、その辺はどうなんですか。でも映像の方が、まあ、教授もあらかじめもうこの時間にこれ言うって決めてきてるわけなので、うん、簡潔で分かりやすいですし、まあ、講義の方がこう話脱線しちゃって、はいはい、なんか分からなくなることが多かったので、はい、分かりやすいっていう面ではもうオンデマンドの方がいいですね。そうですか。やっぱそうですね、まあ、基本的には無駄な話がなくなるっていうのは、うん、時間が本当に1時間半って普通の高校とか予備校の授業って結構凝縮されて、うん、しかも何回も同じことを多分他の校舎とかでもしてるので、うん、結構効率いいと思うんですよ、うんうん、ですけどもう本当にザ脱線したりとか、ザ脱線したり、はい、脱線したりとか本当にマジで意味わかんない話とかすると、うん、まあ寝ちゃう人もいたりとかするので、そう脱線雑談の方がなんか起きるイメージですね。そういうのがなくて、しかもね、ゆっくりとろーく喋ってるのが倍速になるから、そうです楽です、楽になると、ああやっぱそうですか。うん、まあやっぱり喋り脱線すると本当に、まあ、それが面白いって時もありますけど、うん、やっぱり授業理解ってところを考えると、まあ、凝縮されてた方がすごい、そうなんだ、はい、雑談の方が面白いと思うけど、まあいいや。吉野先生触れられない。そうなんだね。じゃあ学習の質的には上がるって感じですかね、うん、そうですね、間違い私はそうでした。あとノート取る時間もできますし、この1回止めて取ることもできるので、はい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 、なるほど、理解っていう面ではすごく助かりますね。なるほどね。おお、じゃあ早稲田教育いい感じになってると、単位も取るのも楽になったし、はい、理解度も高まったと、はい、おいでよ早稲田ということで、そう思います。よろしいですか。みんなやっぱほらキャンパスライフをね期待しちゃって出る人が多いんですけど、勉強するには良くなったと、はい、早稲田生賢くなったと、学生同士の交流もまだやってますみたいに言ってましたもんね、はい、なんか早稲田の面白さってやっぱサークル活動っていうところにあるっていうふうに思っている方もいると思うんですけど、本当にそうで、私たちのサークルもオンラインで人集めて、今新入生15人ぐらいいるんですけど、うん、新生同士でズームで交流したりとか、うん、あとこう授業について助け合ったりとかもしてるので、そのオンデマンド授業初めてで怖いって1年生で思ってる人も多いと思うんですけど、うん、まあ、私たちのサークルとかサークルを通じて1年生同士ちゃんと仲良く、先輩とも仲良くしているので、なるほど、うん、早稲田に入りたいっていう人はそういう早稲田大学での学生生活を奪われてるわけではないので、そこまで、うん、じゃあ別に大丈夫だと、はい、はい、大丈夫です、大丈夫です、ということです。早稲田をね、いろいろ描いてる人たち、そうですね、はい、まあ、わかんないです。私のイメージは、ね、高田の馬場でみんな一升瓶抱えてわーってやって寝てるっていう間違いないです。間違いないです、はい、ただそれはもうないわけですもんね、はい、そうですね、良くなりましたね、治安が良くなった、はい、クリーンな早稲田になりましたんで、なりました、はい、ね、なんだって校舎内に誰もいないから、ね、クリーンな早稲田になっておりますので、はい、早稲田大学考えている方引き続き考えてみてはいかがでしょうかという感じでですね、はい、今回は早稲田ザ・ガーディアン、ザ・早稲田ガーディアン、ザ・早稲田めんどくさザ、ね、はい、ザ・早稲田ガーディアンの皆さんにおいでいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ザ・早稲田ガーディアンが作る早稲田魂、メルカリ、インスタ、ツイッターからありますのでよろしくお願いします。概要欄こちらです。受験生相談も DM で受け付けてます。へー。